小花町大橋は、新潟県東艦原郡阿賀町谷沢黒岩の阿賀野川に架かる国道49号揚げ川改良の橋町343.2メートルのラーメン橋。洋川改良の阿賀野川に架かる橋梁である、450メートル下流に揚げ川ダムが存在しそのダム湖に架かる。建設時の仮称は、洋川橋であった。洋川橋の設計にあたり、 河川内橋脚は、川積疎外率を5.0%以内とすること、橋脚設置可能位置が限定されており三景間の場合、中央桂馬町に対する、川桂馬町の火が大きくなること、阿賀町は特別豪雪地帯であり、陶器の鉱石雪や雪害、凍結防止材に対する配慮が必要となること、阿賀野川水面は、阿賀野川ライン県立自然公園に指定されており、 景観性への配慮が必要となることなどの条件があった。そのため、構造形式については、橋梁が維持管理を低減可能で実績の多いコンクリート橋とし、PC 橋のうち、単景観吊り橋、に景観しゃばり橋、三景観連続ラーメン箱桁橋のサムアンから比較した。豊富な思考実績、基本条件書に定められる、橋脚設置可能位置を満足できること、 思考コストが最も安価となることを理由に、PC3K 間連続ラーメン箱ゲタ橋が採用された。主要部材にコンクリートのみを用い、橋梁全体を合計することにより支傷を呼び、伸縮装置のが桁端のみとなり、維持管理の軽減が可能になる。さらに、吊り橋やエクストラドーズド橋と異なり、上空に、主刀や、謝材が存在しないため維持管理が軽微で、落雪、 落ち氷が発生しないため、陶器でも円滑な交通を確保しやすいという利点がある。元橋では、斜めウェブを採用し、上部校の軽量化、下部校断面の縮小化を狙った。また、斜めウェブによる陰影効果により、景観性の向上も図られることになった。国道49号9道は、洋川ダム建設に伴う付け替え道路として、新潟県により建設された。 しかしながらこの区間は、キリン橋や、本尊岩トンネル、揚げ川トンネルが、福音橋省で大型車のすれ違いが困難であり、線形不良も抱えていた。また、大木から黒岩にかけての約 3.5km の区間は、土砂災害が再三発生しており、連続雨量 150mm を超過した際には、通行止めとなる、事前通行規制区間に指定されていた。 これらの課題を解消するため上げ川改良が1978年度に事業化され抜本的対策として別線バイパスによる改良が2000年度に着工された。元橋は上下部一体の設計、建設の橋梁工事として鹿島建設と大元組による移行し建設工事共同企業体によって設計、施行されることとなり、 2009年3月5日から2013年3月29日までの後期で行われた。元橋は主形魔帳に対する側形魔帳比が大きく、側形間仮説にあたっては一部において片側のみの張り出しとなるアンバランス思考が行われた。元橋は薄い斜めウェブを採用したため、ウェブのコンクリート打設に課題があった。そのため、部分的に流動性を高めた。 中流道コンクリートを採用した。2011年に正式名称が小花地大橋に決定した。株構は P1 橋脚が2010年11月、P2 橋脚が2011年1月に完成し、橋脚中等部は P1 橋脚が2011年3月、P2 橋脚が2011年5月に完成し、それぞれ翌月から通年施行が可能となる張り出し仮設工法により、 シュギタを仮説した。ありがとうございます。